皆さんこんにちは、フラットパパです。今日はですね、ママさん姉さん母上の3人で金沢駅前でねランチをしようということで、駅前のねアパホテル向かっております。アパホテル1階のラベランダランチビュッフェですね。お一人様1300円ということで、しかもですね駐車場を利用するとアパホテルの3時間無料割引券ついてきますので、そちらの駐車場に停めてランチビュッフェ楽しみたいと思います。やっぱ力取ればよかったよね。ここです、ここです、ここやね、うん、あ、違う、こっち、右、左、こっちやね、こっちや、ベルパーキング金沢駅前、こっちね、アパやから、ごめんごめん、私は気にしか見たことなかった。本当、今度は撮る？大丈夫やね。気ぃつけよ、気ぃつけよ、参加や。田舎もん、立中に慣れてますね。なんか押さなかったね、発見ボタン。ドア開いた。ドア開いた。認識、券は出ません。じゃあどうする？ナンバーを読み取れない場合は。あ、もうバー上がっちゃった。ここ入れてもいいんかな？普通って書いてあるね。時計台のこれもいいねんけどね。あ、そうなの？コーラスはダメだよ。定型になってなかったよ。ここが満員の時はなんかあれとか。到着。場所は金沢駅前アパホテルです。1階ラベランダですね。ランチビュッフェ1300円ですよ。表から見るとねこんな感じですね。駐車場利用でね3時間無料の割引券いただけます。で駐車場止めたのでこちらから上に上がっていきたいと思います。ここから上に上がります。発見ご利用方法。でもレストラン使うから3時間やもんね。うん。それなんか透明かなんか。なんか自分のナンバーを押すって書いてある。はい。はい。今日はここです。ラベンダー、あ、違った、ラベランダ。マガンボウジャソフトクリームもあるよ。ルーグラノーラ、あ、チョコファンテン、
母さんはそばを取ってきましたよ。温めた？ここのお母さん。温めない。アッパのカレー、アッパのカレー持ってきたよ、アッパ社長の。いただきます。次にアッパカレー食べる。うん、カレー美味しいよ。タイムサービスに本物系とかが出るのかな。バグイッチ、今日本日のスパゲッティ本日の具沢山スープ。うん、美味しい。これをまとったにゃ。第1便ごちそうさまでした。今日のタイムサービスは太巻きで、美味しそうです。エビが入ってますね。第2便これ終わったらスイーツ行かないからね。チョコパンティやってこないか。スイーツ持ってきました。あとはドリンクも。かなぼうちゃんのソフトクリームです。カガボーちゃんのソースが止まらなくてたくさん出てる。カガボーちゃんソース美味しいね。食べ終わったのでこれを逆さまにしてお食事終了にして帰ります。
入れたてコーヒーをお持ち帰りできるんでしょうけど、ちょっと今から金沢駅行くので今日は持っていきません。扉を出たらアントです。地下1階だよね、はい、あれのやり方もよくわからない。図ではナンバー4桁これやね、うん、バーコードリーダーはこれを持って入りましょう、はい、というわけでアパホテル金沢駅前ラベランダランチビュッフェ楽しみました。バイバイ。